ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はジョセフ・ティテルについていろいろと解説をしていくぞ。今回はジョセフさんね。そうだぜ。それでは、早速解説を始めていこう。まずは、ジョセフ・ティテルについて解説をしていこう。よろしく。ジョセフはアメリカの有名サイキッカーとして、毎年の初めに世界で起きる出来事を予言して、それを公表することで有名になった人物だぜ。サイキッカーって、要は超能力者ってことね。毎年予言を出してるってことは、その年の予言が当たるか外れるか短期的にわかるわね。予言者としては厳しい条件の中、なんと予言の的中率は 30% から 40% もあると言われているぜ。毎年更新であることを考えるなら、決して低い数字じゃないと思うわね。それに加えて、東日本大震災による津波の被害を予言していたことも有名だぜ。それで日本でも名前が知られたってわけね。彼の予言がどのような影響を与えたかはわからないが、こんなこともあったぜ。2018年の予言を YouTube に投稿しようとしたところ、霊夢はどうなったと思う？投稿する内容をミスしていることに気づいたとか？そんなミスを今時する奴は霊夢ぐらいだぜ。何らかの闇の力が働いたのか、チャンネルがブロックされたらしいぜ。動画が投稿できなかったってことね。結局は1週間遅れでなんとか投稿することができたそうだけど、何らかの闇を霊夢も感じるだろ。彼の予言が広まって欲しくなかった、何らかの力が働いたかもしれないって言いたいのね。そんなことなんてあるのかしら、予言はどこまで行っても予言でしょ。ことの真相はわからないが、好奇心を持たずにはいられないだろ。まあ確かにどんな予言だったのかと、的中したのかどうかが気になるわね。それじゃ次は彼が的中させた予言を詳しく見てみよう。彼の予言の的中率は 30% から 40% と言われている。つまりはかなりの件数の予言が存在するってことなんだぜ。だから、すべてを紹介できないから、世界に影響を与えたであろう事象に絞るぜ。一体どんな予言を的中させたのか楽しみね。まずはやはり、東日本大震災を予言した話は外せないと思うぜ。このことで彼は日本でも有名な予言者になったからな。彼は2011年1月に、自身のブログにてこんな投稿をしていたぜ。今後12から14ヶ月の間に、3つの大きな津波が発生する。津波が発生した地域は壊滅的な被害を受ける。一つは日本、中国、メキシコを襲う。もう一つはすでに津波に襲われた地域が再び襲われるか。あるいは前回の津波から100マイル以内の地域で起こるだろう。東日本大震災が2011年3月11日だから、この予言は的中なのかしら。指定された時期、場所は的中しているからな。これは予言的中と見ていいだろう。この予言が的中したことで、日本でも知名度が上がったわけね。実はこの予言が言っているように、東日本大震災の津波は、太平洋を越えたメキシコ北西部や、中国沿岸にも到達したそうだぜ。ああ、その辺のことも予言に確かに入っているわね。そこが彼の予言のすごいところなんだぜ。普通であれば津波が起こるという予言でとどまりそうなところを、その時期と到達地域まで的中させているんだ。確かにそういった複雑な予言を的中させているというのは驚きね。では、ジョセフがどれだけすごい予言者なのか明らかになったところで、次は彼の最新予言について話をしていこう。ジョセフはこんな予言をしているぞ。9月がついに始まりました。これからいくつかの突発的な感染症に備えなければなりません。新たなウイルスについての暴露が始まり、数千人ものアメリカ人が一時期ネバダ砂漠の中で洪水により閉じ込められてしまいました。ハリケーンはフロリダを洗い流し、イスラエルは抗議と怒りが現れています。世界にとっていろいろな問題がこの9月に起こり、本当に驚くべき月になるのです。この様子を見ている一方で、また恐ろしい蚊が現れるのです。スピリットも警告を発しており、おびただしい数の蚊がヘリコプターからばらまかれます。その蚊によってもたらされた病気についてもお伝えしますが、いくつかの州でその病気は確認され、アラバマやニューヨークでも報告されました。これらが新たに広められている病気です。このニュースを聞けばもっと辛くなるでしょう。多分、私たちの国は国家によって燃やされるでしょう。スピリットによれば、新たなジョージア州のような出来事が発生するそうです。組織化された抗議活動が今年は頻発するというお話です。そのことについては1月の予言でもお話ししました。しかし、ヘイトグループがフロリダの一角に集結して、プロパガンダを始めます。まるで第二次世界大戦の時のナチスドイツさながらの状況だと言っていいでしょう。スピリットによれば、決して彼らに同調してはなりません。それは彼らの裏にいるスポンサーを喜ばせるだけなのです。そういう状況が近い将来起こるでしょう。7万3000人もの人々がネバダ砂漠の中に洪水によって閉じ込められました。また天変地異の余興で災害が起きました。ここは前にも問題が起きましたが、洪水は起きませんでした。
数ヶ月前に、ミュージックフェスティバルで大混乱が起こるとお伝えしましたが、まさにそれが実現したのでしょう。バーニングマンの余興によって、重大な症状を引き起こす病気が、蔓延しているとの噂があり、その裏に潜む真実は多くの人が気づかないでしょう。バーニングマンは古代の式を表しており、ケルトの祭典におけるウィッカーマン、という生贄の儀式を真似しています。私の個人的な体験ですが、1994年のウッドストックフェスティバルに行きました。未だに多くの人たちがハワイのラハイナで起きた真相を知りたがっています。その疑問はますます広がっているのが実情です。それに関する有力な情報もお伝えしますが、以前からアメリカそしてハワイが、攻撃されると予言してきました。誰がこのような恐ろしい攻撃を仕掛けたのでしょうか。次はどこが攻撃されるのでしょうか。さらに重要なことはその攻撃は誰のせいにされるのか、ということで、中国やロシアの名前が出てくるのでしょうか。多分、宇宙人のせいにするのでしょうか。そのことについては様々な情報を持っています。これらのことについて本日の定例予言でお伝えします。この素晴らしい日に私のチャンネルに来ていただきありがとうございます。私はジョセフ・キテルと申します。巷では、スピリットマンと呼ばれています。本日は皆様と共に過ごせることをとても幸せに思っています。真実の予言や信託を知りたいのでしたら、ぜひともこのチャンネルをご覧ください。ここでまた新しいお話や予言、そして真実についてお教えします。先日は瞑想に関する動画や、新しいチャンネルの予言もお届けしました。今月はとても変動が激しく、まだ数日しか経っていませんが、8月30日の満月から始まったエネルギーシフトは、9月15日まで続き、水星逆行の期間と重なります。今はそれほど悪い感じはしませんが、スピリットが、新月の後に警戒せよと言っており、最近起きている奇妙な出来事とも一致します。水星の動きに合わせて邪悪な魔女が大釜をかき回し、悪事を引き起こしているかのようです。この時期に圧倒されるような感覚に見舞われた場合、一番大事なことは、あらゆることに、鈍感になるようにしてください。精神が侵されれば病気や事故につながります。何かしら耐えられない気分になったら、コンセントを抜くように鈍感になってください。もし今が辛い状況だとしてもすぐに改善します。一旦鈍感になってあらゆることから身を置くことで、自分を育てることができ。また、そうすることが今年を生きる中で一番重要なこととなります。風の季節はすぐそばまで迫っており、スピリットによれば人心ともに調和を保つことが、大事だそうです。数日で構いませんので、鈍感になって自分を守ってください。いろいろと意味深な予言が多いけど、とりあえずは心身大切にすることが肝要ってことね。それは間違いないな。先ほどの予言に対して、ジョセフは別の日に予言を付け足しているので、そちらも解説するぞ。うん、よろしくね。ジョセフは世界的に異常気象と地震活動が活発化することを予言しているんだぜ。やっぱり今年は何かあるかもしれないのね。特にアジアやアフリカでは、記録的な暴風が発生することによって大洪水となるそうだ。日本で言えば台風の被害が大きくなるってことなのかしらね。そうかもしれないな。そして地震に関しては、フィリピン海プレートを原因とする大地震が起こり、フィリピンが大きな被害を受けると言っているんだぜ。それって、まさか日本も関係あるんじゃない？まさに霊夢が気づいた通りで、周辺の地域にも被害を与えると言われているんだ。フィリピン海プレートはもちろん、フィリピンから関東地方まで伸びているプレートだ。そして、その境界の一つとしてあの有名な南海トラフがあるんだぜ。ということは、南海トラフ地震が起きる可能性があるってことなのね。まあその可能性を言っているも同然だからな。また南海トラフ地震をきっかけに、別の活断層が刺激されて全く想定外の地域で、大きな地震が誘発される可能性もあるんだ。なるほど、そういった可能性もあるのね。つまり、彼の予言は図らずとも日本で大きな地震が起こる可能性を挙げているということだぜ。暴風に地震にと、今年の日本は何かあるのかもしれないわね。警戒しておいた方がいいかもしれないな。次にジョセフが予言している台湾有事について話していくぜ。台湾有事って何なの？台湾有事とは、中華民国、台湾への軍事侵攻や、台湾における大規模自然災害の、発生など緊急事態のことを言うぜ。特に中華人民共和国の人民解放軍が侵攻する事態を指すことが多い。一応、大規模な災害が起こった場合も入るみたいだけど、近頃はそっちはほとんど聞かない気がするわ。中国共産党は一つの中国と主張して、台湾を不可分の一つ、核心的利益としており、台湾独立派に対する非平和的手段、つまり直接的軍事行動を国内的に合法化した、反国家分裂法を2005年に成立させているんだ。なるほど、中国は台湾に対しての軍事的行動を行えるように法整備を済ませているのね。まあ当然のことだが、中国は台湾が防衛のために米国からイージス艦や F-16 戦闘機を購入することに対して、
激しく反対していると言われているぜ。万が一、この台湾有事が起きた場合の想定はどうなっているのかしら？米国の外交、国際問題のシンクタンク、CSIS が2023年1月9日に公表した報告書によると、中国が2026年に台湾に侵攻すると想定し、24通りのシミュレーションを研究したところ、どのシミュレーションでも共通した事象として、最初の数時間で台湾海軍、空軍の大半が、壊滅する結果になったそうだぜ。やっぱり戦力が違いすぎるってことね。また、台湾は包囲され、数万の中国兵士が上陸すると、考えられているぜ。どのくらいの被害が出るのかしら？中国は138隻の艦艇、155機の航空機、2万2000名の人命を失うことになると予想されている。他の国はどうなのかしら？台湾においては26隻の艦艇、保有航空機の半数、3500名の人命を失うことになるそうだ。さすがに軍事的衝突だから犠牲者の数が桁違いね。また、米国は空母2隻、水上艦20隻、航空機270機、6900名の人命を失うと予測されているぜ。その想定では米軍は台湾有事の際は、台湾防衛を行う想定なのね。また、日本においても26隻の艦艇と、122機の航空機を失うと想定されている。ただ、犠牲になる人命の数に関しては記載がなかったようだ。なるほどね、それで結局米中のどちらが勝つと考えられているの？24件の想定のうち、中国勝利は2件だったそうだ。どんな想定だと中国勝利になるのかしら？一つは米国が参戦しない想定、もう一つは日本が完全中立を守り、在日米軍基地での米軍の作戦行動を、許可しない想定の二つだそうだ。米国の参戦と日本の後押しがないと、中国勝利となる可能性があるわけね。残りの22件の想定では、日米が台湾を後押しした想定で全て台湾防衛に成功しているみたいだな。まあ、あくまで事前のシミュレーションだからな、その通りになる保証なんてないけどな。ただ、こうしたことから台湾防衛の要は日本だと指摘されているんだぜ。まあ確かにそうでしょうね。そういう意味では日本が米中の戦争に巻き込まれるという可能性なら、ネット上で話題になっている、2025年日本滅亡論は外れてはいないと言えるかもしれないわね。そうだな、まさに日本が真っ赤であり、日本の周辺が真っ赤になるという事態だな。確かにそうだね。また報告書では、日本政府が基地使用を許可した場合、米軍は三沢基地、横須賀基地、岩国基地、嘉手納基地で作戦準備を開始するとされていて、それを阻止するために中国側はミサイル攻撃をしてくると想定されているんだ。つまりは、米軍基地が目標としているとはいえ、日本本土が攻撃される可能性があるわけね。そういうことになるかもしれないんだ。その結果、日本国内の施設が被害を受け、日本自身も参戦する可能性が高いとも言われている。なるほど、自衛のための戦争って構図になるわけね。さて、今回はジョセフ・キテルの予言について話をしたぜ。ジョセフの予言は曖昧なところがあるけど、台湾有事に関しては気になるわね。確かにそれは間違いないな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。